長野愛生座ルキシーへようこそ。今回5回目を迎えます。長野愛生座のシアターから支配人高見さんにいろいろ話をお伺いしていきたいと思います。インタビュアーの小日向です。よろしくお願いします。お願いいたします。100周年記念事業がいろいろ始まってもう半年が過ぎたということですが、はい、6月は台湾特集、7月にドキュメンタリー特集、はい、8月は戦争映画特集がありましたね、はい、少し振り返りをさせていただければと思います、はいはい、では台湾特集ではどのような反応があったでしょうか。はい、台湾映画は有名な非常上司とか、エドワード・ヤンの作品などもやったんですけれども、はい、それ以外のちょっとマニアックな作品も集めて上映したんですね。で結果的にそうですね、見たことのない作品を今回見ることができたというふうに評判いただいていましたので、まあ、ちょっとお客さんが増えたかなというか、うん、台湾映画を見る総額をまた増えてきたかなというふうに思います。はい、それではドキュメンタリー映画特集はいかがだったでしょうか。うん、大変盛り上がったように感じますが、はい、これ実は毎週 土日イベントがございまして、はい、もう作品ごとに監督が、まあ、自ら来てくださるような感じだったんですけども、全部で、ね、20本近く作品を上映しまして、多くの方が、まあ、初めは2本ぐらい見るつもりだったのに結果的に5、6本見てたっていう状況 で、うんうん、でやはりゲストが来てくださるので本当にドキュメンタリーをよりこう楽しむ人がまた増えたのかなというか、はい、ドキュメンタリーファンが増えました。はい、私もその一人です。 ありがとうございます。非常に楽しく拝見しました。はい、7月といえば、はい、大きなイベントとして、はい、久石譲さんと、はいはい、高畑監督、ね、はい、高畑監督の特集があったと思いますが、はい、非常に多くの方がご来館されてましたよね。そうですね、当館で一番大きい264席の席、はい、満席になりまして、はいはい、でチケットだってそんなに安くはなかったんですけれども、はい、それだけこうトークを聞きたいという方が多かったんですね。はい、映画の作られる裏話、うん、監督や映画音楽に携わってきた久石さんの思いなども聞くことができて、非常に私も大変楽しく聞きました。よかったです。また時はですね、外で、地産地消の、ワインなども販売されていましたよね。そうですね、新しい試みだったように思いますけど、私もやはり劇場だけではなかなかねできないんですけれど、はい、外部の持ち込みでこういうことやっていいですかっていうところでたまたま、企画したんですけれども、はい、非常にお客さんが喜んでくださって、なんかよりこう映画を楽しむまた別のこう意味で楽しめる雰囲気を楽しめるようなそういうお祭りになってよかったなと思います。はいはい、今後もようなコラボはやりたいですね。やっていただけるんであればぜひそういうのをなんか貪欲にやっていきたいなと思います。はい、楽しみにしています。はい、8月の映画特集、戦争映画特集ではやはり長野のゆかりの方が登場される映画もございました。うん、はい、長野市の、出身の原田要さんの映画、はい、ドキュメンタリー映画を、まあ、この時期に持ってきて、はい、まあ、それの公開記念ということで、他の作品をやったんですけど、はい、やはりちょっとやっぱきな臭いっていうのもあるので、うんうん、それも関係あると思うんですが、はい、ね、予想以上に2000人以上の方に今来ていただいております。はい、年齢層とすると、うん、やはり戦争経験者の方もご覧になっているかと思いますが、はい、若い方々はいかがですか。それはちょっと心配してたんですけど、はい、家族ぐるみで、はい、見に来てくださっていて、はい、お子さんもねいらっしゃいます。そうですか。はい、よかったなというふうに思います。そうですね、今後の企画についていろいろお伺いしていきたいと思います。はい、9月は凱旋上映のご予定があるそうなんですね。はい、長野市出身の塚田真里奈さんという監督がいらっしゃって、はい、その方の空の味という作品を5月16日から上映するんですが、はい、彼女は結構映画賞をいろいろ取っていて、まだ若干25歳なんですが、その若さで非常にこうなんていうんですかね、染み入る作品を撮るんですね。で監督は結構昔ここで映画を見ていたということが、はい、ある意味長野愛生座ルキシーが育てた映画人ということですね。いや、どうですかね。そうだったらいいなと思いますけれども、はい、で帰ってきてください。はい、はい、はい、舞台挨拶がございます。はい、舞台挨拶はお時間、はい、もう一度お願いします。はい、ですね、9月16日土曜日の、はい、これ2回ありまして、はい、午前午後とございます。はい、はい、それ上映後両方とも、はい、初日はずっといらっしゃいますので、
確かその映画の作りの時にも、うん、長野でもロケがあったとちょっと伺いましたけど、はい、あの劇場の前のゴンドアーケード通りを使ったりとか、はい、あと長野電鉄で撮影されたりとか、はいはい、駅前の、あのところでクレープ食べてるシーンとか、はいはい、結構、ね、いろんなところでロケされてるので、はい、これ面白いと思います。そうですね、はい、長野市民にとってはそれをこうチェックしながら、はい、見るのも楽しいかもしれないですね。そうですね、うん、